あ、そうね。ドラえもんって言うんですよね、その時空中先生は。まあ、日本の立場で書いてみようと思うんだ。要するに戦後のね、戦後レジームのことをやっていますけどね。今負けたから非常に非難されてると。乗り込まれて、仕返しも持ち出されてるし、その時代に、ね。で、反撃もしてる。こんなこと続けてもまた苦しみが増えるばかりだ。それは僕は東洋に見てそう思ったとして。ね。で、結局、まあ、ただ若い頃に東京に出てきたから、最初楽しかったら、やっぱりその闇が増えた。富山と東京比べてるけど、違う種類の差別があるぞって言って。ここもそうだろって。全部暗くの角間程度、やっぱり差別あるんじゃないかって。まあ、時々気温なんすかね。それと新しいやつできるからな。まあ、いつらも態度悪いだけ。待ったのは困る。藤原総統って天の天が待って、待ったのは困るな。だから、藤子先生はお前に待ったのは困るから、しあって。うち横でパーンって聞いとったけど、うちがパーンって口開けてるけど、全部聞いてんの。今、閉じて覚えてるんだけど、どうして口開けの覚えられへんか。何それ、アンキパンかって。アンキパンのその元ネタやな、中途パーンって言っちゃってる。アムでそういうのおっしゃったから。ほんでね、結局、じゃあ、のびのびとは在日だよ。のび太のお母さんもね、で、のび太のお父さんもまあ、言ってたけど、在日中国人違う、在日満州人なんだよ。で、のび太のが在日韓国人か朝鮮人か、まあ、それは区別してはいけない。すごいな。で、あとは、あとは日本人もいる。その中で最大の日本人はドラえもんなんだよ。みんな受け取ってくる。家康やな、とか、ちょいなら、ドラえもん家康、しばらく面白かったけど。で、結局、そのね、アンジャッシュの渡辺さん、芸人、その相手が AV 女優、お似合いやん。三十条なんか問題あんのか。芸人が AV 女優となんかできなんか関係もか。普通だと思うけど、うち、どっちももともと、うちは先生に、とりわけ得た気味が従事させられた仕事やんか。なあ？だってこういう多治見みたいな遊郭では、芸人もおれば、遊女もおったはずやね。遊女もおったけど。で、遊女の宣伝、芸人、塾あるのは、プロ服やん、全員。で、西浦って芸人らしいやん、実は。だから東京の芸能界に対しても発言力あるよ。商用で十手持ちやったけど、芸人頭でもあった。まあ、芸者頭でもあったけどね。当時芸者って呼んでたから。今芸者って呼んだらもう京都の祇園だけ？それちゃうねんて、本当は。どの町でも芸者呼んとって、遊女のこと。遊女のこと芸者っていうのが、いきなり言い方やったんよ。ね。ほいで、じゃあ芸妓、舞妓。あ、それはね、まあ、京都特有の言い方なんでしょ？じゃあ、芸者っていうときは、京都ではさ、舞妓のことや。芸妓はそんなせんよ。三味線練習した。舞妓は持ち続けんとこっていう人が芸妓になる。まあ、年齢のもんじゃないけどな。で、芸妓イコール芸人ちゃうで。格が全然ちゃうで。だから、芸人が芸妓や舞妓と関係持ったら、消えると思うで、多分。存在せえへんと思う。どこに沈むか知らんけど。身分違いはあの話やろ。それは、芸妓舞妓の客の身分。で、芸人、AV 女優の客の身分を考えてみる。客の身分で、その、格の差が出てんので、芸人や AV 女優に対して、芸妓舞妓ははるかに格ったっていうのは、その相手にする客の格の話なんや。だから、アンジャッシュの、ま、渡辺さんが、舞妓にとデートしただけでも、ぐさって知らんけど。な、本当に舐めとんかってなるやろな。と思うで。知らんけど、関与したことないけど。